茨城県道139号筑波山公園線筑波市、薄い道路は筑波山の中原に向かってまっすぐに這い上がる。茨城県道139号筑波山公園線は、茨城県筑波市筑波の筑波公園から、筑波市北条に至る県道である。筑波山中腹の筑波山神社前から、筑波市北条市街地まで南北に結ぶ、一般県道で、関東の霊峰。 筑波山中腹の筑波山神社への参道であった、筑波道を、ほぼそのまま踏襲して、剣道指定したものである。北条の筑波道終点と、同票江戸時代、江戸城から見て、鬼門の方角にあたる筑波山は、徳川将軍家の祈願書として手厚く保護を受けた。特に三大将軍、家光の時は、幕府の全額負担で、筑波山神社の改修工事が行われており、 この時の労働者や資材を運ぶために作られた道が、筑波道だと言われている。1982年11月1日、ルートは異なるが全身に相当する廃止路線の、県道筑波公園線に変わる、新たな一般県道路線として、筑波公園を、起点、筑波郡筑波町大技、北条を終点とする区間を、茨城県が、県道路線認定した。 1995年の整理番号の再編成により、整理番号139となり、現在に至る。筑波道筑波市北条筑波山神社の古来からの山道ゆえ神社前から、ふもとの薄い地区までの傾斜区間は、一般の峠道のようにつづら折りになっておらず、斜面を直線的に生え登る形をとる。昔の登山道の名残を残し、道幅が非常に狭く、 車がすれ違うのがやっとである。この区間は基本的に自動車で走ることを前提とした設計になっておらず、最小付近2.4メートルの境愛区間、推定25%以上の急坂が連続する。スリップを防ぐため段差付きのコンクリート舗装がなされているが、民家の入り口前などで階段の踊り場のように大きく、路面が波打っている。車での筑波山へのアプローチは、 県道筑波山公園線ではなく、筑波市国松より、茨城県道42号笠間筑波線、あるいは不動峠、または、朝日峠より、茨城県道236号筑波公園、長い線によるのが一般的である。筑波道は、旧建設省と、道の日実行委員会により制定された、日本の道百線に選ばれており、徒歩で散策すると、 江戸時代よりあった筑波道の歴史の息吹を感じながら歩くことができる。また、関東ふれあいの道にも指定されており、筑波の自然に触れることのできる格好の散策コースにもなっている。路線起点にもなっている、筑波山神社前は行き止まりであるが、2013年に整備された展開場により、自動車の U ターンは可能で、筑波山神社や旅館、土産物店が集まる。 この道路の混雑軽減化が図られている。筑波道の最も傾斜の厳しい最上部付近は、県道指定されておらず、筑波道から西に折れで、県道笠間筑波線と合流して神社、入り口交差点までが、重複区間となっている。筑波山南六の筑波市筑波では、県道上に、筑波山神社一の鳥居が立つ。この奥の先は、筑波山神社拝殿まで急坂が続く。 本県道は、筑波山への信仰の道でもある。筑波山は、関東平野にそびえる南大山と女大山からなる、総地方で、標高は877メートルである。関東の名山として、西の富士、東の筑波と称され、万葉集や小倉百人一首にも数多く、歌われており、古くから神が住む山として信仰されてきた。起点の筑波山神社は、 山の中原に位置し、いざなぎいざなみ男女に神が祀られ、縁結び、夫婦円満の社として崇められている。終点、つくば市北条は、かつて、つくば山を登山する、人々の基地として栄えたところで、古い街並みの面影を残す。終点交差点付近には、これより、つくば道と掘られた道標が立ち、交差点を北へ向かうと本県道を進み、つくば山へ向かう。 筑波山神社へと登る坂道途中の集落の一部には、白壁と格子の風情ある家が続いている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。筑波町国松から筑波山神社までのルートで、現在の茨城県道42号のルートにあたる。ありがとうございます。